じゃあ、第29回目、29回目のミャンマー文字講座を始めたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、あの、いつも通りの順番ですけど、まず音節の数える、音節を数えるクイズをやってから、この文に出てくる、<laughs> <laughs> まあまあまあ。で、その出てくるシーンと、母音と、 あと、まあ、残った文字を説明して、その後にこの文章を読んで意味を説明します。そういう流れでやっていきます。よろしくお願いします。じゃあ、ね。この文章なんですけど、何音節の文章なんでしょうか <laughs> 結構ね。まあ、ヒントとしては、死の数がこれだから、これでなんとなくわかるかも。 うんうん、まあまあまあ。あつ,ままあ、つまりだ。つまりだ。つまり、こうを、こうとかね。いや、でもなんか違うな。これはかかか <laughs> ここがこうでこうだ、ここが、でも一二三なんじゃないかな。でもなんか、これが、これ、これなんか、一文字感な。うな。うんうんうん。うん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 いいいいいいうんうんはいうううん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  してこう惜しい <laughs> ここは合ってます。違うなこれれがが前が2つ分かれるのかそう、前はこことこれで2つの,あの発音、2つの音節になります。これは合ってた。ここここがれこれとこれかそうそうそうなんですよ。だから、これ1文字で1つの発音で、で、これで1つで、で、最後これなので、全部で5音節の 文章なんですね。うん,うん、うんうん。そう。これは一つ一つでひ一つの音になります。ということで、シーンをやっていきますけど、これってわかりますかねすでに、すでにかなり怪しいよね。<laughs> <laughs> そう。これは、ヒントとしては、シーンの、一応、分類としてはシーンだけど、まあ、シーンじゃないっぽいやつです。 いやもうそれもうそれだったらもうねもうあのここのバベル会話やったらねもう反りした音かイントーンと相場が決まってるからいや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 まあシーンシンというか曖昧なくらいのやつ反りした音がないからなんかんああとかそういうやつでしょそう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 なんですよこれああです、うんしん そう、シーンという扱いなんだけど、まあ、音は母音みたいなアーなんですね。これはアーというシーンです。はい。まあ、ここに、あの、例えばイ,イという母音がついたら、まあ、イになるんですけど。あイいう絵をこのシーンを使って表現します。で、次なんですけど、これは、わかんないかな。 よく見ないかもしれない、これは。あんまり出たことないかも。ななもしかしたら。これは、なんかもう全部。うんうん。全部似てるから。<laughs> こうです。かー,、ね、ーです。うん、僕の書き方だと、あの、日本、えっ、ー、と、ミャンマー語は有機音と無機音があって、えっ、ー、と、これが、が えっと、こう上に H を書くか書かないかで分けるんですけど、こう、これみたいに上に H を書かないと、こう、口から空気があんまり出ない無気温、が、が、という音になって、こう上に H を書くと空気が出る有気温、か、という音になります。日本語は区別しないから、韓国語だと、これが、 ね、が、と、はい。えっ、ー、と、か、みたいな感じですけどね。うん。うん、<か>これ、こっち、左側が、が、で、こっちが、か、です。無気温、気温の違いで。あれなんだ。脳として考えるんだ。まあ、そうですね。こっちを使いますね。が、がはまた別のやつがあるので。 で、次なんですけど、これは多分知ってると思う。これはいっぱい出てきた。そうです。まあ、ミャンマーのまーです。まあ。これはもう何回も説明するけど、ミャンマーをミャンマー語で書くと、そうそう、こう書くので、そこに2回も出てくるので、この単語を覚えましょう。ミャンマー文字講座だから、ミャンマーぐらいは覚えておきましょう。これが、ミャンマー。そうそう。という。 書き方で、ここが、みゃーん。ここはちょっとごちゃごちゃ色々あるけど、ここがまあなので。これはまあです。こ,こうなんか、一つの丸で上が空いてて、中にこうなってるやつ。これがまあというシーンです。で、次。これは、何回か出たことあるけど、なんか足が長いやつ。 だ連想としては、あの、こうローマ字で書いても足がちょっと長いやつ。いや足が長い。ローマ字書いたら。HKL。K L、いや、それは上に伸びてる。下に伸びてる。るそうそうそう。とか、G とか、J とか。もっともっと。とっんもっと。 ほぼ <laughs> 最後ら辺にある。るえ怖いそう、Y です。Y <い>。ヤーなんですね、これは。y <ー>う、ヤーも、こう、ローマ字の y ーも、こう、下にこう伸びてるから、で、ミャンマー文字で下に伸びてるやつってあんまりないんで、 こう、こう、えっ、ー、と、そう、下、こう、シーンとして下に伸びてるやつはないんで、ここれは別のポイントかな、だから、そう、シーンとして下に伸びてるのはこれぐらいです。いや。だから、ま、この、こう、Y も下に伸びてるからこれで覚えましょう。いや。で、最後のこいつなんですけど、これは、とてもややこしいやつで、似てるのがあるんですよね。 ほぼ同じだけど。そう。こっちの、カがとも似てて。でも、一つの、一つ目の丸は左が空いてる。で、二つ目の丸が下が空いてる。で、似てるやつとして、二つ目の丸が上が空いてるやつがありますね。これは、単語として、この単語を覚えれば、解決します。えー、っと。 これで、言葉という意味。これが、ばー、だー。まあ、th みたいな。ばー、だーなんで、上の方が、ばー。そう。で、こっちが、だーですね。英語ほど th の音ではないけど、まあ、まあまあ、だー。だから、 こうミャンマーバーダーって言うと、ミャンマー語っていう意味になります。ミャンマーバーダー。ミャンマーバーダー。ミャンマーバーダーという単語で、このマを覚えて、バーを覚えて、タを,を覚えましょう。っていう感じです。僕はこれで覚えました。てに似てる文字、これでこれすごいや,ややこしいから、この文字だけ覚えると本当に難しすぎ、もうごちゃごちゃになるけど、 この単語があるということをして、先にこれが出てきて、その後これだっていうことを覚えると、もっとわかりやすいかなって思います。僕はそうやってました。うん。という感じで、シーンも終わりです。で、次、母音に行きましょう。母音2個しかないんですよ。何が母音だと思いますか難、うん、<と>かしい。もうなんかし、かい、うん

で、まずそれから説明していくと、えっと、上の丸。1あそう、ミャンマーの母音は成長があるんですよ。1、2、3、成長があって、第1成長は上の丸だけ。この四角は何かしらのシーンだと思ってください。で、あの、こう丸が2つある場合は、こう右側につくんですね。うん。右側の上に。で、1成長がこの丸だけで、2成長の場合は、こうして、 中に線があります。こうやって。三声長は二声長と同じ形で右に点点こういう感じの母音があって。これは音はわかりますか ?5 択かぁ。5択を外す。の確率でで <laughs> いやでもあではないは。あではない。ない<ー>そう、あではない。<ー>で、あの、うん、あまあ、これも、 あの、ローマ字表記とちょっと似てるがある。上に丸いのがつく。ボイン。そうです。これ E なんです。E、あの、ローマ字で書くと E も上にこう点があるから、こう上に丸っていうイメージでい覚えやすい方かなと思います。 うんうん。で、これが一つ目の母音でした。二、うん、番目の母音って何でしょう母音を探せ。ははは、<laughs> クイズ。はい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 。最後に丸〇,〇がついてますね。確かに。うん、とするとここのそうそう。いや、合ってます。それが母音です。合ってる そう。で、1成長。マシンとかもうん。そう。あ、マシンは、上に、上にこう、ぴょこんと出てる、これがマシーンっていう、こう、証拠なので、それだけマシーンです。で、このボインの場合は、今出てくるのは、出てきたのは、こう、これですね。3成長のもの。これ。で、2成長は、まあ、上のパターンと同じでわかりますね。こう、点々がない。 これだけで二成長になります。一成長が、これなんですよ。足が一個しかない。で、右側に、それる。これは、うーという母音です。うー<う>。うー。これは、だ。そうそうそう。ちなみに、一成長は、すごい早めに、あの、で、 あの、上から下に落ちるように。で、あの、二声長は、あの、まあ、平たで、三声長は、こう、ちょっと長めに発音すると伝わりやすいです。ブー。ブー。そうそう。そんな感じで。これで母音も終わり。で、次は、配信というやつをやっていきます。 会心は、まあ、簡単に説明すると、心について、心の音をちょっと変えるもの。日本語にすると、こうちっちゃいやゆうよとか、そういうものですね。こう死につい死にちっちゃいやがついて、こう、シャになるみたいな、そういう役割を果たすものです。で、会心は、何でしょうか今まで出てきてない文字だから あそこで探してみると。うん。回信。まず前に。ここも、これも回信。そうそうそう。まずそれが一つ目の回信です。こう、シーンの、シーンにつけて、こうやってつくもの。これは、あの、さっきのちっちゃいやゆうよみたいに、間に Y を挟む音ですね。 例えば、まあだったら、みゃーになるみたいな感じで。でも、あれはちょっと例外的な変化をするんですけど。まあ、それは後で説明するとして、次の改心はまだ出てきてない文字。左、げじゃないはい、そうです。そう、母音のう,うのの置成長は右に行くけど、左に行くのがあるんですよね。ここに。ここに。 左に行くのがあって、これは、こう、鼻の音を追加する、こんなんか、感じです。表記としては、ビ、ビ、ビーン、ビヨンみたいな感じで、表記としては H を入れるんですけど、まあ、まあ、あの、ビヨン、こう、鼻の音を入れるって感じです。で、あれは、あの、例外です。うん。なんか、配信がつくけど、あれ全部例外。 ちょっとここら辺消してちゃんと説明した方がいいけど、えー、っと、どうしよう。えー、あー、そこで足りるかな。今出てきてるのは、えー、っと、これですよね。まずカーというシーンがあります。そこに、 こう、会心がつきました。で、表記としては、あれ通りに書くと、キャーになりそうじゃないですか。こう、k,、Q、に ,y が入って、キャーになりそうじゃないですか。でも、これ違うんですよ。キャーじゃないんですよ。キャーじゃなくて、チャーになります。何 ?CH の、チャー。でもあり得る。うん。 t ゃ、キャー、あの、キャきキュー、キーがないんですよ。つまり、僕の名前、ミャンマゴで書けないんですよ。さはは。サキューなんで、さッキューになってしまう <laughs>。こうやって書い,書いてしまうと。そう。これは、キャです。で、もう一個のこれ、ヤー。これ、ヤーじゃないですか。ヤーに、この、 これがつくと、なんか、鼻の音だから、なんかふん、にゃーとかそうなりそうじゃないですか。でも、違くて、これは、シャーです。えっと。シャー。なんか、えっと、ま、あ、sh って書いても、この音なんですけど、シャー。 でも、これはちょっと別の表記と紛らわしい可能性があるので、あの、ちょっと、こう、S の、こう、長いバージョンのこれを使います、僕は。はい、これとに似たような表記をする、あの、別の文字があるから、それと混同しないために、こう、SH の音、シャーになります。シャー。シャー。 これはシャーになる。はい。これはなんかれ例外かなうん。そんな感じです。で、まだ改心までやってきたんですけど、まだ出てきてない文字が一個ありますね。これだね。そうですね。これはマシーンっていうやつ。こう、なやつがあって、 これは、ここにも出てきますね。ミャンマーにも出てくる。これ。ミャンマーのアンの部分ですね。これはアンです。これがつくと、前についてやった母音を消して、これになります。あ、じゃ母音は関係なくアン,アンになるんだ。そう、母音は関係なくアンになります。で、でううちょっとい、 ややこしいのが、これは案なんですけど、これは案なんですけど、よいしょ。今の場合は母音がついてるんじゃないですか。こう、い、e、いという母音がついて、そこに案がありますよね。だから、組み合わせで言うとこんな組み合わせですよね。これは、 エインという発音になります。そう、全く発音が変わってしまう。うん、だから、あの、ミャンマー文字は、こう、母音とマシンがセットになって、あの、こう、発音になる場合があるんですよ。これがちょっといっぱいありすぎて、僕もまだ覚えきれてないんですけど、 まあこれは単語を覚えながら、こういう単語はこういう発音があるからこうなる。単語で覚えていった方がいいですね。組み合わせがいっぱいあるから。<laughs> これはエ i n という組み合わせなんです。はい。ということです。ということで、出てきた文字の説明は全部終わりましたけど、これを組み合わせて読んでみましょう。読めそうですか おう。おうすごい。もう答えが出ちゃった。はうん、うん、まず一つ目は、あの、普通のあですね。あの、そのまんま何も変わりなし。あ、あれ白いペンだった。えっと。あ、ちょっと待って。よいしょ。 何の変化もなしで、あ。で、一致成長のあなんですね、これは。で、これ一番ややこしいんですけど、まず、かというシーンがあるけど、回シーンがついて、えっ、ー、と、ch、チャーになります。チャーになって、チャーになりますね、ch の音。チャーになってから、この上の、 母音とマシーンのセットが、あの、一番最後に説明したエインなので、チェインになります。あ、チェインになりますねそう。あはすごい、一成長だから短く。あ、チェイン。あ、チェイン。で、これは、まあ、そのまんま。一成長の、まあ。で、これは、あの、最後説明した、 例外みたいな感じですね。いやーなんだけど、これ、会心がついて、シャーになります。シャーになってから、この丸い母音がつくので、シー。ですね。です。シー。で、最後は、こう、バーというシーンに、ウーの三成長の母音がついて、ブー。 になります。ということで、発音、最初から全部やってみると、アチェーンマシーブーア。アチェーンマシーブー。アチェーンマシーブー。ーブーうん。アチェーンマシーブー。アチェーンマシーブーになります。で、意味なんですけど、死という動詞は、一回講座で出たことがあります。 この前の、さっき調べたけど、18回目の講座で、このしという動詞を説明したことがあります。しというのは、あるという動詞なんですね。<laughs> まず単語を説明していきますか。えー、っと。し、 まあ、ーでとか言いますけど、ーではある。で、あの、まあ、なになになに、ぶっていうのも別の講座で出たことがあるんですけど、これは否定ですね。 こう、動詞の否定。<laughs> つまり、これはない。これはないですね。うん。<laughs> 何にない。あ、違う。ああない。そう、囲んで否定するんですよ。この中に動詞を入れて、何にしない、何にない。 ということになります。否定形。かかう,うん。よいしょ。マシーブ、ーブそうな、ないという意味で。で、これなんですね。<ん>アチェインというのが一つの単語です。<ん>何がないんでしょうか まあ、こう聞いてもわかるはずがないんだけど。チェーン、チェーンがない。あ、チェーンがない。まあ、言い訳するときに使える表現かも。<laughs> 時間がない。あ、正解 <laughs> なんでわかった <laughs> うーん、言い訳って言われたらそな。<laughs> 時間がないですね。はい。チェーンは時間です。 あれなんか文字が消えてる。まあ、よいしょ。ということで、ま、あ、全部合わせると、あ、チェーンマシーブーは、時間がないですね。ねアチェーンが時間。ほ、うん、よし、時間。が、 ない。という文章でした。はい。これで終わりですけど、何か質問ありますか <laughs> はい。うん。ああ、し しー、しー、ま、しーぶ、しー、しー、えー、どのしー。発音記号でも多分これだったと思うんですけどね。うん、別に、こう、下は曲げず、し、うん、ー。しー。ししし一番目の発音かな、多分。しー、しー、しー。シー 普通の指し捨てその死でよかったような気がします。うん。死<ー>、マ、まあ、シーブーそう。ちょっと、うーん。はい。うん、普通の死でよかったと思います。はい。 シが出てきたから。それタではない。<ー>それタはないです。うん。<の>それ下ではない。みんな,ね、みんな最近、そういう、ちょっと超音程に敏感になってるんですよ。はははうん。それ下ではない。シではないです。普通のマシ,マシーブでいいです。シー。しマシーブ。マシーブ。はい。マシーブ。マシーブ。ーブアチェーンマシーブ。 アチェーンマシーブ。で、大丈夫ですかね、うん、うん。じゃあ、最後に一回だけまた読みましょうか。アチェーンマシーブ。アチェーンマシーブ。アチェインマーチェンマシーブ。ということで、今日は 時間がないという文章をや、やりました。それでは、うん。<laughs> もうそう、あの、一日遅くなってしまいましたけど、第29回目のミャンマー文字講座、これで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。